今日はアジングとかメバリングに来ました。自分もアジングロット持ってるんだけど、ほとんどやったことなくて、友達がすごい上手だから今日はやり方を教えてもらおうと思います。それでできるようになって、今度からいろんな磯とかに行けたらいいなって。よろしくお願いします。結構でかかるけどね。これは傘こつりや。水深浅いんです。ここは割と浅め。すぐに着底するぐらい。釣れたよ。釣れた？ああ、ちっちゃいね。遠目じゃん。あ、結構遠くで釣れたんです。まあおるけね、いろんなところに。まあまあカサゴやん。おお。基本的に同じラインはそんなに釣ったらやんないかな。そのアジングみたいに群れとかそんなの狙うわけじゃないし、メバルはいいと思うけどね。ちょんちょんやってテンションホール。これはジグヘッド何グラムぐらいですか？7やったと思うね。はい、釣れた。2投連続、来て2投連続。これもさっきより微妙に小さいぐらいのカサゴ。リリース？シルエットのカサゴ。重さで一応糸が出されるのが分かる。サミングして、軽くなったから着底かな。 1,2,3,4 テンションホール。あれ、あ、着底。 1,2,3,4テンションホール。着底。1,2,3。1,2,3。1,2,3。釣れた。コツコツって当たって、まあまあ引く。結構これいいサイズなんじゃないかな。大きい大きい。危ない。やった、すごいいいサイズ。これ相当でかいカサゴとしては。やった、楽しい、超楽しい。ライトタックル。でかっ。簡単だ。かなり根がかりがそんなにない場所ならすごい簡単。釣れましたよ。いいじゃん、ほら出るやろ。でっかい、これでかいやろ。まあそれでもに、え、これ
20、これは俺の手が22やけで25あるよね。すごい引きましたよ。やろ、面白いやろこれめっちゃ面白いです、ね、面白いやろちょっとサミングしながら。何年か前なかった。知らんです。いつかだと思う。潮の流れがあるからこう回ろうとした潮が一気に来て、あ、釣れた釣れた。コツって前当たりというか当たりあった。やった。まあ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 、やった釣れた。丸飲み。オンブみたいなやつが生えてますね、うん、あのね、アラメっていうかカジメっていうかね、どっちが正式名称か分からんけど、ああいうのも美味しいよね。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。